疲れ様です。お疲れ様。いやー疲れましたね、めっちゃ。今日はどうしたの今日？いやなんかまあ最近まあまあいろいろあって、うん、まあ君のチャンネル俺見てるよ結構。あ、マジですか？ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。まあちょっと最近まあアンチっていうんですか、アンチの人に攻撃されてて、まあ、結構自分も辛くて、うん、なんかツイッターでなんか揉めてたよね。俺もちょっと。あ、そうなんですよね。でなんかその人が、うん、ずっと僕に対する攻撃のツイートをしてまして、うん、で誰も見てないのにずっと僕のこととか攻撃、誰ももう反応できないんですよ、みんな怖いから、うんうん、でめっちゃ僕のことをこう攻撃する、僕の顔写真を乗っけて僕のことを叩いてきたり、あとすごい住所がね、住所さらすよとか、うんうんうん、見た言ってきたり、あとすごい誹謗中傷されて、結構もうそれでメンタルが僕今めちゃくちゃきつかったんで、うん、それで DM くれたんだ。あ、そうですね、それで DM させていただきました、うんうんうん、はい。いつも YouTuber なんですね。あ、そういつも YouTuber でして、その YouTube のチャンネルでも結構、その YouTube のチャンネルでもそういう僕の顔を無断転載して、許可ないのに僕の動画とかそう言って載せたりしてて、うん、それがめちゃくちゃ嫌で、そんで今は収まってる。あ、今収まってきたんですけど、うん、まあけど動画削除してほしいって言ってるんですけど。消してくれないので、うん、あ、向こうが動画向こう消してくれないし、一切取り合ってくれないんですよ、はいはいはい、で他のツイッターの人とかその僕の視聴者の人が、うん、そいつの動画を見て、うん、そのこういう動画良くないとかたくさん言ってくださってるんですけど、うん、それでもあいつはその人たちのことを、まあ、雑魚とかすごい誹謗中傷を逆にしてまして、うん、で一切もう話ができないんですよ。だから面倒くさい人に絡まれたなと思ってますね今は、うんうんうん、はい。なるほど。で何、あのその YouTuber の人、はい、その人をどうしたいの？いやとりあえずそうですね、まあ、同じ土俵に立っちゃいけないので、うん、特に攻撃したいってことはないんですけど、それはそうだ、そういう人をなんか傷つける動画をたくさん、まあ、警察の人に突出したりその人してたんですけど、まあ、迷惑系に結構成り下がってて、うん、そういうのもやめてほしいですね正直。でもね、はい、人をね変えるってことっていうのはね、はい、もう無理だよ、うん、難しいですか？だから変な話、その YouTuber の子は太郎介くんを攻撃することによって、はい、自分が優位に立った気でいる、はい、そうですね。なんていうのかな、まあ、人間って、はい、努力して上に上がるのってすごい大変じゃん、はい、そうですね。だから人を落として自分が上に立ったような気分になるのが、それがね一番楽だから。なるほど、楽だから弱い人間はそうするんだよね。でももうねはっきり言ってね、その人のことをね気にしたりとかしてるような時間はね、はい、あの人生にはもうないんだよね。もったいないですか？うん、なるほど。いやそんな時間はね俺はないと思うよ、はい。じゃあもう一切気にしないで、やっぱ自分の目標に突き進むしかないですかね、やっぱり。え、だって逆を言ったらだよ、すごいいい言い方したらさ、はい、チャンネルのさ、宣伝をしてくれてるのと一緒じゃん。ああ、そうですね、確かに、うん。俺も最近全く同じようなことがあって。なるほど、なるほど。で、あったんですか？あったあった。その人もまあツイートで、はい、まあその、俺のチャンネル、俺の件の場合は、はい、その、まあいろいろ揉め事があって、あ、なるほど。まあ、こっちも、まあ、一切悪くなかったかって言ったらそうではないんだけど、まあ、ただその人の言い分からすると裏切られたから、まあ、そうしたみたいな。ただね、人を裏切るとか裏切らないとかだから、それでだからこうしたっていう人って、裏切りを気にする人って裏切るんだよ。だって裏切るつもりがないのに裏切るどうこうっていう話にそもそもならなくない？そうですね。相手を裏切る、この人は裏切るんだとか裏切ったなとかって思う人間っていうのは、そもそも人を裏切る人間がそういうことを考える。確かに気にしないですもんね。気にしないもん俺、人を裏切るとかさ、裏切らないとか、そういうことは普通気にしませんよね。気にしない、全く気にしない。まあ俺も動画の中でそのアンチの人に対してこう言い返したりしてるっていうのも、してるような動画もあるんだけども、はいはいはい、まあほぼほぼもうそれはもうパフォーマンスでやってて、まあ、本当は全然気にしてない。
ち。やっぱアンチ来ますか、やっぱり、ね、50番さんだと。アンチは来るよ。めっちゃ来ますか。来る来る来る。ツイッターとかですか、それは。ツイッターの DM でも、なんか、その、文句だけ言われて、はい、向こうが言いたいことだけ言って、こっちが何にも言ってないのに、ブロックしてくるとか、そういうのもあるし。あっちが行って、もう見たらもうブロックされてみたいな。見てなんだこいつと思って言い返そうとするともうブロックされる。ブロックされて。LINE でも一緒だよね。なるほど。向こうがなんか言いたいことだけ言って、返そうと思ったらもうブロックされてるみたいな。そこでブロックされてるっていう。最初は俺もムカついてたんだけど、はい、もうね、逆にかわいそうだなって思ってるよね、俺は。そういう人たち。そういうことしかできないわけじゃん。そうですね。なんか、やっぱり、心が寂しい人がそういうことをするって僕は思いましたね、最近だと、うんうん、普通は思ったんですけど、うん、なんかその人を陥れる動画を作ったり、うん、その人単体を攻撃するツイートだったり普通はしないと思うんですよ、多分、うん、しないっていうか、だってそれをやってる時点でさ、その人がさ、自分がそれをやったことによって周りから寒い目で見られてるって、痛いですよもんね。痛いことに、はい、そいつ自体が気づいてないっていうのは逆に本当にかわいそうだよ。そこは問題ですよね、一番、うん、まあ、そんな人にあの関わる時間ももったいないし。今の聞いてちょっと少しやっぱ気にしてたんですけど、ちょっとそんな気にしてる時間じゃないなっていうか、そんな、だって YouTube 頑張ってるんでしょ。頑張ってます YouTube 今、うん、やっぱそんなもう気にしてたら始まんないなって今思いました、それ聞いて、うんうん、それ聞いて、なるほど、めっちゃためになるな、それは。でもなんかあれでしょ、 YouTube さ、 YouTube のもう生って言ったらあれだけどさ、はい、部活学校なんだっけ、推薦で入ったんだっけ。あ、まあそうですね。で今、まあ、部活もやってるんですけど、うん、そう、まあ、部活もやっぱり YouTube も部活もっていうとやっぱりどっちを追っていいかも分かんない時もあって、本当は部活なんですけど、うん、けどやっぱ YouTube も編集時間とかやっぱかかりますし、うん、10時間とかかかりますし、撮影もすごい時間かかりますし、うん、本当莫大な時間かかるじゃないですか、うん、YouTube って、うんうんうん、でそこでやっぱり金全然もらえないしね。そうなんですよ。で広告収入も全然今入んないって感じで、うん、で一番きついのが部活が結構高頻度であるので、アルバイトも正直できないんですよ、そんなに、うんうん、時間が結構 YouTube 頑張りたくていいし、お金も欲しいしやってるんですけど、アルバイトもそんなできないので、あと僕今派遣のアルバイトやってたんですけど、うん、全然学生、大学生今結構きついじゃないですか、いろいろ経済が、うんうん、で大学生にはそういう案件が優遇されないんで、多分他の社会人の人に案件が行くんですよ、うん、なので大学生の僕がその派遣会社に頼んでも、あ、今日はちょっとお仕事ないですねって言われたりして、なかなかやっぱ入れないんですよ。なるほど。いろいろ結構かつて YouTube も伸びない、うん、プラス、まあ、アンチの人も来るとかあって、もう結構本当に病んでて、そこが正直最近は一番きつかったです、まあ、YouTube 上では、うん、まあ、結構その人を笑わせたいと言いますか、うん、元気づけたくてすごい、まあ、テンション高い目にいつも動画作ってるんですけど、俺とは真逆だよ俺テンション高くできない。僕テンションを本当に高くいって人を笑わせるとか人を楽しませるっていう動画作ってるんですけど、本当はもうやみやすいっていうか、メンタルめちゃくちゃ弱くて、昔もちょっと実は、まあ、人間関係の方で、うん、いろいろ何があったのか話せるカメラ回ってるからあれだけど、話せるんだったら、まあ、まあ人間関係でいろいろ経験してまして、うん、まあその、まあ、その友達関係の省きだったり、はいはい、省りってやつね、そ省きとか、そうですね、あと、うん、まあ裏で陰口たくさん言われたり、うん、のもあって、やっぱ結構人間関係に対しては繊細なんだね。繊細っていうか、まあちょっと怖いですね。結構人の目はやっぱ気にしちゃうっていうのもあるんですけど、やっぱり、まあ、その時は YouTube とかやってらんないんですけど、けどやっぱり、そうですね。人間関係に対してはすごい繊細ですね、僕は。うん。人間関係トラブルあって、病んじゃったりしてる時って、どういう感じだったの？どういう感じって言ったら変だけど。とりあえずもう、誰とも話したくなかったですね、正直。誰とも話したくないし、そうですね、あと寝てた、もう、なんだろう、学校にも一時期不登校あったんですよ。あ、そう、恥ずかしいっていうか、恥ずかしいっていうか、まあ、その話なんですけど、で、まあ、寝てたりして、まあ、時間が一日中寝てるの？
いやもう時間が分かんないんですよね、なんかもう普通に、でもう部屋に閉じこもったりもしてて、うん、でも自分が何してるか分かんない時があって、普通にもうよく人間がもうなんかよく分かん誰が味方か分かんないし、親にも言えないじゃないですか、正直その人がその人間関係でトラブルあって友達いないとか親にも言えないじゃないですか、本当に。だから一人でもう一人で抱え込むしかなくて。それいくつぐらいなの？がこれもあ中学生の時も僕最初の方はちょっといまして、うん、高校生の最初の時ですよ、これは。高校生の最初の時が今の。あでもそういうのがあったから余計思い出すっていうか、そういうのが関係ないとは言わないよね、まあ、そういう感じ、まあね、言ったらに関しては、はい、なのでなんでこいつらこんな簡単に人を陥るというか、その暴言とか吐けるんだろうってすごい思ってて、でもその何か言われるとかさ、はい、言われないとかっていうのはあの変な話、まあ、YouTube って発信してるものじゃん。そうですね。で、あ1万再生いかないなとかやって、はい、まだ2000再生だよって言うけど、はい、2000人は見てるわけだからね。そうですね。2000人って言ったら、はい、目の前にいたらすごい人数だから。すごい、もうそれはもう感謝でしかないんですけど、数字で見たらさ、はい、あこれしか再生されてねえなとか俺もたまに思うんだけど、はい、でもそれって結構すごいことで、はい、そんだけの人が見てて全員が自分のことを好いてくれるっていうのはもうほぼほぼ不可能だから、 みんな人それぞれ価値観っていうものがあるから、はいはい、だから人の目を気にしないって言ったらやっぱり人間だから無理があると思うんだけど、はい、うん、そこら辺割り切るのは必要なんじゃないかな。だってこう日本なんて広いわけだし、変な話、はい、世界はもっと広いわけだ、はい、で地球はでかいし、はい、その中のもうこんなさちっちゃい出来事で誰がどう言い合ってるとか、自分のことをアンチでとか誹謗中傷でとか、はい、はっきり言ってね、ほんとちっちゃいことだよね、うん、いやーそれ感動しますわ、一つ一つが結構染みますね、僕の今の心に。結構なんか250番さん、なんか地震とかあります？その地震とって言いますか、俺はね、なんかね、はい、昔から根拠のない地震がある。あ、なるほどなるほど。絶対こうなるみたいな、はい、1ミリも疑ってないから、俺は、なんか知らないけど、そこがやっぱ強みだと思うんですね、250番さんの。僕結構こう本当にこう見てやっぱ自信が持てないんですよ、やっぱり結局昔のこともありますし、やっぱり普段その大きく振る舞ってるっていうか、その元気振る舞ってますけど、本当やみやすいですし、自信が持ってないんですけど、今のでそのアンチのことに関してはちょっと心が軽くなったっていうか、まあでも俺もこう喋ってて自分に言い聞かしてるんだもんね。なるほどでもそういうやっぱり根拠のない自信でもやっぱり自分に対してやっぱりその頑張れとかそうやって言って言い聞かすのはやっぱり大事かもしれないですね、めちゃくちゃ、うん、あとね自信っていうのは、はい、その例えば本読んでね、はい、何々できる方法とか言ってさ読んでさ、はい、おーし頑張るぞみたいになって、はい、なんかテンション上がってさいろいろやってみるんだけどいざダメだったとか、はい、あると思うんだけど、自信っていうのって経験から裏打ちされてるものなんだよね、はい、だからもうほんとちょっとずつの積み重ねなんだよ。で今さ YouTube でさ登録者増やしたいからさ、はい、ね、声かけて1日、そうですね、朝から声かけたりして、でさすごいよね、その後また寝ないで動画編集してまた朝それで YouTube 活動したりしてます。すごい根性だと思うよ。ありがとうございます。そういうのを積み重ねで、はい、まあ、登録者増えるし、まあ、中にコアなファンな人とかが出てきてくれて、はい、まあ、俺もそういう人たちに助けられてるんだけど、まあ、そういう地道な活動が絶対実を結ぶ日っていうのは来るから、やっぱり積み重ねですか、うん、積み重ねなんじゃないですか、ね、積み重ねですけど、多分ね、頑張りたいですね。でももっとなんかやっぱり話聞いてると、でもやっぱりその150番さんの話聞いてると、でもやっぱり、まあ、動画も見てますけど、あ結構でもためになることが多いっていうか、結構、はい、あ本当に人生経験になるんですよね、人生経験といいますか、本当にためになるんで、あと面白いですし、あ、ありがとうございます。そこが見てて本当に一番あれですね、ためになりますよね。いや頑張ってるよね。俺見てて頑張ってるなと思うもん。いやめちゃくちゃ嬉しいです。あのチャンネル見てて嬉しいです。まあこれし合ってもしょうがないんだけどさ、はい、YouTube 確かに寒いんだけど。はい。これはまあお世辞とかあんま言わないからさ。いや、じゃあ褒めてくださってるんですよ。それはお世辞とかじゃなくて、いや嬉しい。やばいよそれは。
マジでも今日会えてよかったです本当に。ああどうもどうも。初対面なんですけど会えてよかったです。ああどうでもないです。もうこれからもうどんどんなんて言いますかね、もう助けてくださいっていうか。ああ全然全然もちろん。なんかいろいろ人生の教訓っていうものを。教えていただきたいですね。そんな大それたあれでもないけど。だって本来だってヤンキーチャンネルとかだったよ、僕のチャンネルは。確かに。だから、もうこういうね、まあ言っちゃ悪いけど、こういう普通の人はね、出さない主義なんだけど、まああまりにも思い詰めてたから。まあその、本当にもう、ね、本当にもう、せっかくだから、ね。マジで、もうこの世から来てる時いなくなるのかと思ってた。いや、本当に。大丈夫だよ。視聴者さんが待ってるから。ね、ちょっと嬉しいです、マジで。頑張りましょう。聞いたかおい。あ、何の話聞いた。え、このいい話を聞いたの。おお、聞いた。ほんとかよ。そこちは無業とバミです。カメラよし。ということでですね、なんかいろんな話してたんだけど、まあ俺にはあんま関係ねえかな。だってこんな感じだし。うん。ただまあ、え、なんだっけ、2000人6000人200人だからどうした。俺は王になるんだよ。 YouTube の王になるんだよ。わかるのかっていうような感じだからね。誰が何と言おうと関係ない。脳天気なんだよな、すごい。そう、そんぐらいポジティブがいいんだって。このパチンコの脳天気だと思う。そんぐらい脳天気がいいんだ。ああ、やっぱそんぐらいのね、気迫でやっていかないとね、無理。やってらんないから。ああ、ということでね、まあ、二人とも頑張ってくれよ。まあ、協力はいつでもするからよ。あんたも頑張んなよ。動画出さないからな。きっしょ。はい、今日の動画は、ポパイチャンネルの太郎介くんと、誰だっけ、まあいいや、この人はいいや。フェイドイン。バーミンチャンネルでした。この概要欄に貼っとくんで、よかったら、二人のチャンネルも見てみてください。250番でした。元気じゃん。おい、元気じゃん。元気じゃん。元気でした。